皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。日本体操協会は19日、同日午後から緊急会見を開くと発表した。18日には、パリ五輪に出場する女子日本代表のエース宮田翔子。19イコール、順大イコールの喫煙疑惑が浮上。チームを離脱した。現在は18歳で成人だが、喫煙は20歳以上。写真。 本番オタードで決意を語る宮田翔子宮田は21年東京五輪後、一気に世代交代が進んだ女子日本代表の次世代エースとして期待された。パワフルな演技で跳馬や床運動を得意とする。度重なる怪我を乗り越え、パリ五輪代表選考を兼ねた全日本と NHK 杯では2冠を達成。初の五輪出場を決めたまた。 全員初出場で全員10代のフレッシュな代表を率いる首相にも就任1964年東京五輪以来60年ぶり団体メダルを目指し私の演技が日本の軸になるようにしていきたい失敗しないことがメダルへの道と語っていた17日にモナコで公開した事前合宿には不参加で田中光教科本部長は事情により今日は参加していないと話していた どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。